戦争もあって、初代にこうしてさ、学校を生かして、立派になったよ。うちのおばあちゃんが、パイ持ってて立ったんだよ。全部、まるで自分の家のとこみたいな。うん、で、出て行くときは、出て行ってくれ、出て行ってくれってね、言われて、ここは老人ホームじゃない。明日ぐらいでもいいんちゃうって思うけどな。入りはんのやつが明日いやいや、あの部屋はそれ定価が2万円からはい、はい、いただきます。まあ今に至ったね。全然私が悟ってる。ああだからお父さんにおかおって泣いてたやん。そう泣くよ、我が親としては長年一緒にね、いろんなことあったけど、もうそれで終わっちゃったけど、なくなったね。うん、美味しい。いろんなことあって、みんな進んでいくねんけど、ほんまや。こんなにお菓子買ってあげる。あ、はいはい。みたいな、それとかとは別やな。